千葉工業大学、明治から大正、昭和にかけて、日本の教育政策や、教育活動に関与してきた、沢柳正太郎と、小原国義を中心とする教育者の体験とそれに、基づく研究が母体となって創立した。明治以降の教育においては、布告教兵のスローガンのもと、明治政府主導による西洋化を含んだ近代化と、 それを達成するための教育政策が中心であったが、帝国大学や海軍兵学校、さらには陸軍士官学校をはじめとする官学エリート校が順次作られ、欧米に軽んじられない強力な国家を作るために西洋を模倣しながら西洋の進んだ思想や学問、技術などを導入し、中央集権的な国づくりが進められていた。この西洋化の波による変化は教育界にも、 大きな影響を与え、江戸時代までの自由主義的な教育から西洋式の教育システム、作りに改められ、その過程で様々な問題が生じた。創立関係者らは、国土も小さく資源もない日本がこれから国際社会でやっていくためには、人づくり、教育が重要だと考えていた。しかし、当時の日本の社会的風潮と教育に、 創立関係者たちは問題を感じていた。当時の日本の社会的風潮のもと、行われていた感覚をはじめとする既存のエリート教育、具体的には自由教育を廃した中央集権的で創造性のかけらもない無機的な教育や学生性と個人の個性や人格などを考慮せず、一律の座学とペーパーテストによる優劣だけで人物の評価をしてしまう。 ハンモックナンバーの記事も参照、均一的で単純な教育方法では、本当に国家や社会を担うべき人材は育たないとの危機感から計画されたものであり、これまでの中世ヨーロッパ的な教師中心の押し付け的な教育活動、旧教育ではなく、新教育を代表とする学ぶ、側の生徒の自主性、 主体的な学びを良しとする教育活動の元世界一の教育国建設実現を目指していた文部官僚の沢谷木正太郎の意志を引き継いだ教育学者の小原国吉らによって世界文化貢献を視野に日本第一世界第一の教育拠点小原の言葉では総本山を目指し1929年昭和4年頃から設立の計画が始められた 音楽の大きな特徴は、新教育を軸に、全人的教育を目指すというもの。小原国義全人教育と小原の教育理念で、これは、当時の東京大学、当時の東京帝国大学を代表とする日本の、それでの既存の大学教育、西欧から輸入されてきた中世ヨーロッパ的な教師が、一方的に、生徒に対し、特定の科目だけを、 一律に教え込むという旧来の教育活動とは、コンセプトが大きく異なっていた。計画当初、小原ら関係者は、滝川事件などの経験から、国立教育の限界を感じ、自由と多様性がある私学こそ国家を支える人材を、養成するのにふさわしい環境であるとし、明治維新の大技は、私が成したと、私学教育の重要性を説いた。当初、 玉川塾工業大学として、玉川学園が経営するプライベート大学として計画されたが、当時の日本の社会的風潮、全体主義や軍国主義にした教育理念、個人尊重の教育理念や自由主義などを掲げていたこともあり、軍部、主に陸軍上層部をはじめとする、エリート階層の人々をはじめとする旧来の教育を、制御とする人の反発、 圧力も強く、設立は、困難を極めた。しかし、橋田国彦文部大臣をはじめ、皆川春弘東京市教育局長、小西重直元京都帝国大学総長、本田幸太郎元東北帝国大学総長、平賀譲る東京帝国大学総長、八木秀樹東京工業大学学長、西田喜太郎京都帝国大学名誉教授、 畑野聖一道教授などの教育会関係者はじめ、政治家の統合を郷る森コンツェルンの森徳明、森赤月親子、東京川崎財閥の川崎森之助をはじめとする、財政界の支援を受けていた。また、数は少なかったものの、後続で陸軍大将の東国宮俊彦飛を筆頭に、大日本帝国海軍では、長野治見元水海軍大将や、宝部氷海軍大将、 山梨勝之進海軍大将などが、大日本帝国陸軍では、菱し隆陸軍大将や土井原賢治陸軍大、などの軍関係者も、小原の考えに共感し、長年にわたって、小原を支援していた。特に、激しい反対、抵抗勢力がいる中で、大学設立計画が成功したのは、東国宮俊彦を、長野治海軍元水の、 きっかけと、橋田国彦文部大臣の尽力が寛大だったと言われている。大学設立申請の途中、この F ・ミマ内閣寺で、文部省、現、文部科学省の指導によって、循環立大学といえる、国策大学に転して、太平洋戦争、大東亜戦争中の1942年5月15日、東条秀樹内閣寺に、工和工業大学の名称で、 玉川学園内に設立された。大学設立の際には、東京帝国大学と東京工業大学から全面的な支援を受けたが、不足していた実験設備や実験機器などは東大、東高大の取り計らいにより共同利用するなどして対処した。太平洋戦争終結後の1946年、昭和21年には、千葉県君津町、現、 君津市へと移転し、公明を千葉工業大学と解消。一時は千葉大学や芝浦学園、バ稲田大学、中央大学、法政大学等との合併も検討されたが、1950年、昭和25年に、道県津田沼町、現、奈良市の,市の津田沼高地へ移転し、現在に至る。日本の私立理工系大学としては藤原工業、大学、 後の慶応義塾大学理工学部に続き、国内で2番目に古い歴史を持ち、現存する私立理工系大学としては、最古の歴史を有する。なお、国公立の理工系大学を含めても、東京工業大学に次ぐ歴史を持つ。設置科は山学部11学科、大学院3研究科修士課程8専攻、博士後期課程3専攻で、 学生数は約1万名。また、津田沼駅前にある津田沼キャンパスと新奈良市のキャンパス、および東京スカイズリーキャンパスの3つのキャンパスを有する。2018年度の志願者数は78,905人で、日本の私立大学の中で第10位である。2005年、文部科学省が選定する特色ある大学教育支援プログラムに、 マルチメディア教材による教育、学習支援、副大、シミュレーターをベースにした理工学教育 E ラーニング採択された。情報インフラの整備、学生の授業評価や国内外の教育機関による第三者評価などを行い、シミュレーターをベースにしたマルチメディア教材の作成と、それらを補助教材とする教育による教育効果が評価され採択された。 以下の学生を主体とした自治組織によりサークルの運営、企画などが行われている2013年平成25年12月現在。男子寮の名称はクワイオモギと称する。この名称は中国の古事クワイオモギの志に由来。文部科学省資料による語学研修、短期留学、長期留学、千葉工業大学では企業、 研究機関及び自治体、地域組織と連携して共同研究を行っている、千葉県。撮影協力、制作協力、事件、不祥事等、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。